j a v または Java アーカイブとは、コンパイルされた複数の Java、バイトコード及び、それが使用する画像などのリソースを一つに、まとめ ZIP 形式で圧縮されたファイル、及び、それを出力するツールのこと。圧縮されたファイルの拡張子には、j a r が使われる。これにより、Java アプリケーション、Java アプレット、ライブラリーの配布が容易になる。アプレットにおいては、 複数の Java クラスファイルを一つにまとめ圧縮することで、全体のファイルの大きさを小さくするだけでなく、HTTP コネクションの数を減らせるので、Web サーバーの負荷が減り、アップレットの起動速度が向上する。Java で書かれていないネイティブなプログラムや、ライブラリーもアーカイブにまとめられて配布されることが多いが、それらは展開してインストールする必要がある。 これに対して、実行時環境などの Java のツールは JAA を直接扱えるため、ユーザーが明示的に JAA を回答する必要はない。類似するアーカイバとして、JSP、サーブレットなどの Web アプリケーションを一つのアーカイブにまとめる O, e g b やアプリケーションを一つのアーカイブにまとめる EAR などがある。JAA を含むこれらのアーカイブの実態は ZIP そのものであり、 ZIP を扱えるツールで同じように扱うことができる。ただし、JAA, o EAR には、Meta, INF, ディレクトリ内に、マニフェストと呼ばれるメタ情報が格納されている。このメタ情報は JAA を扱う Java のツールが解釈する。また、この JAA には、電子署名をすることも可能である。これにより、j a v a アプレットなどの j a v a アプリケーションを実行するとき、 ユーザーがその署名を信用した場合に限りサンドボックスモデルではできなかったユーザーのローカル環境にあるターゲット資源にアクセスすることが可能になる。ありがとうございます。